川崎バイオパークの副園長の、はい、伊藤正夫です。カピバラの特徴はですね、まあ齧歯類、ネズミの仲間の最大の生き物ですね。体重でうちの個体たちで大きくなると60キロを超えるぐらい、危険を感じると水の中に飛び込んで、逃げるということで、カピバラの顔を見ると鼻と目と耳がこう一直線上にこう並んでるのは、そういう水中に逃げ込んだ時に、鼻を出したり目を出したり耳を出したりして外敵がいなくなるのを確認できたりする役割がある。あとは草食で、どちらかというとこう、おとなしい生き物になって、野生ではかなり臆病だと言われてるんですけど、まあ、うちでも結構最初は臆病だったんですけど、今もうこんな風に触れるようになっちゃいましたけど、はい、カピバラをこう触ってあげると気持ちよくなってコロンと寝るという、触っていくとぐる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 っていう声を出していって、毛も逆立ってきてでごてっていくので、本当に気持ちがいいと思いますね。もう表情を見ても多分どんな方でも分かるかなと思いますけど。カピバラの露天風呂をバイオパークで作ったのが5年前ですね。ちょうど、日本の干支のネズミ年の終わる頃に、そのお疲れさんという意味も含めて、それと実はその南米にいるカピバラは冬場もう池に入れなくなって、この体からこう触るとフケみたいなのがポロ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 落ちて、それをなんとか直してあげたいなっていうところもあって、そこでお風呂をしたらどうかなっていうところで始めました。